今から最近買ったフライパンをシーズニングします。こういうでっかい焚き火台じゃなくてできないですからね。朝飯は抜いて、もう極力空腹でラーメン食べたいです。明太食パンザチーズ明太食パンザチーズいただきます。うまそう。いただきます。うん、うまい。では中華鍋にオイルを塗ったので煙が出なくなるまで熱していきます。もうちょっと、バニラ、もっと単純です。あ、なるほどね。バナナチョコ、チョコバナナ絶対うまいですね、これ。あ、うまいわ。いや、そうなんやね。バナナ熱いやん、絶対まだ。バナナの甘みが違う。うま。枕なくても寝れる人？あ、全然寝れます。あー、いい。でもやっぱちょっと熱いかもね。ちょっと熱いっす。うん。じわーっと汗かいてき、あ、今力入れるだけか。おやすみなさい。頑張れ、頑張れ。初の火起こし。こっちのがいいか。あ、火種できた。あ、ついた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 。よし、よし、よし、よし。よし、よし、よし。あれ、ちゃんと取れてるかな。よしよしよし。その後の準備できてなかったね。よし。これがうまいんですよ、これが。これがたまんないですよ。乾杯しましょう。うるさい。久しぶりの船津お兄さんです。お集まりありがとうございます。それでは乾杯。はい、スポーラー。ポーラーでかっ。そんなのありましたっけ。500杯。先週さん、友達が急にこっち来るって言ったよ。いしょ。あ、すごい。結構塩味効いてるよ。うまい。マジで。ここで切った
生ハムをなんとメロンに。いや、おしゃれですね。生ハムメロンなんて。生ハムメロンです。これが。いただきます。生ハムが勝った。薄く切った方がいいね。そうね。最終的にね、生ハム勝ったよ。あ、メロンが来た今。時間差できてるよ。噛んだ順番じゃん。これ、これが、これこそ味の、のだめカンタービレです。オーケストラだね。のだめだね。のだめ。なかなか、面白い料理ですね。なんか、ホテルとか結婚式とか。まぶち兄さんの生ハムカッティングです。とくとご覧あれ。あ、むずそうっすね、でも。あ、うまい！いや、その、指めっちゃ怖いわ。これ、オピネルとかの、うまくいったりして。何オピネル？僕の。あ、うまい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 。まぶち。正確だな。そうなの。薄い。はい、ということで今時刻が9時23分え？あ、5分早いわこれ。16分でございます。ちょっと酔いがいい感じに回ってきておりますが、ね、今3人で焚き火を楽しんでおります。あと2人合流する予定なので、2人が来たらカイトチャーハンを焼き散らかして食していこうじゃないか。真っ暗じゃないと寝れないし。立ってるけどそれを見てるのが面白い。声がした、声がしたぞ。お疲れんこんサラダ。何やレンコンサラダって。よしよし、お集まりいただきありがとうございます。お疲れ様です。おずーいえ、ちょっとほっといて。はい、改めまして、改めまして、どう？映ったのかな？卵ない。あれごといけ。だーおいしい。え、めっちゃうまそうじゃないですか。うまそう。うん、鍋もあれや。確かに。あ、これ目指しちゃったパラパラじゃない。頑張ります。ちょっと叩き出せる。ホームテストってどういうの？
全般に使えるような。ちょっと掘りました。重い。よし、もういいでしょう。まだアリ入れてないやん。え、やばい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 、汗取った、完全汗取った。これもうこんだけ軽く強かったら一瞬でしょ。いいか、超パラパラチャーハンが出来上がりました。イエーイ。海苔がいい。めっちゃあくびしとるのに。ちょっと売り切れそうやな。人がない。山本 CP ありがとうございます。イエイ。はい、ということでね、一通り料理も終えて皆様も帰りましたので、私はここで眠りたいと思います。ちょっとね、お話しすぎましたね。もう1時超えてるので寝たいと思います。先ほど着替えてね、体も拭いて一通り歯磨きもして、あとは寝るだけって感じですね。明日ちょっと早起きして片付けだけして、もう朝飯も食べずに、ちょっと行きたいラーメン屋あるので、そちらに伺ってもう帰ろうと思います。はい、それではおやすみなさい。夜はこいつらを稼働させて寝ます。でね、夏とか結構体ベタベタして気持ち悪くて寝れないっていう方多いと思うんですけど、僕が使ってるね、このリオレのね、サラサラパウダーシート、これすごいおすすめ。もう体も風呂上がりみたいにスベスベで寝れるんで重宝しております。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、それでは電源を切ります。眩しいな。ゴールゼロさすがや。おやすみなさい。はい、どうもおはようございます。朝ですね。夜中2時3時ぐらい、思ったより寒くなってシュラフにくるまってました。はい、やっぱり山だけあって気温差が激しいっすね。うん、ちょっともうちょっとダラダラしてからいろいろ片付けて帰りたいと思います。はい、一通り片付けが終わって今からね、温泉に向かって、ちょっとね、行きたいラーメン屋さんがあるんで、そこに向かって帰ろうと思います。それでは安全運転で帰ります。はい、ということでね、無事ご自宅に戻ってまいりました。さすがにね、5時間の運転は疲れましたね。はい、ということで、あとはもう寝るだけなんでね、寝たいと思います。それではおやすみなさい。はい、そんなこんなでね、今回の動画は以上となっております。一つご報告なんですけども、私のこのピマキャンチャンネル登録者数500人突破いたしました。ありがとうございます。まあ1年でね、500人突破目標にしてたんですけど、まあ、3ヶ月早く500人突破できました。皆様の応援のおかげでございます。早く1000人いってね、まあ、あわよくば
収益化させていきたいと思ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。初めはね、全然収益化とかさせるつもりなかったんですけど、なんか意外にこのチャンネル伸びてるんで、ちょっとね頑張っていきたいなと思ってます。はい、まあやっぱりでも仕事をしながらなんでね、動画投稿の頻度とかはやっぱり偏りが出ちゃうと思いますがね、何卒ご了承お願いいたします。ということで今回の動画は以上となっております。この動画が少しでもいいと思ったり参考になればチャンネル登録、グッドボタン、コメント、どしどしお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。